始めてすぐについてるって実感することが続いたよ。初めてこのスレに来たんですけど、例えばお金が欲しい場合は、お金が手に入る方法、例えば株で成功するとか、や量100万円とかなどを限定してはいけないのですか？お金が欲しいのなら宝くじが当たるなどと可能性を限定しない方がいいの部分が気になってしまって、それだけでは宝くじ等の可能性が低いものに頼ると失敗するという意味なのかどうかが分かりませんし、お金の量についてもはっきり書かれていないので。普通に株で成功するとか書いていいと思いますよ。そのうち驚くような環境の変化があるから、有力な人脈が広がったり、気軽に気軽にほんと気軽に書き続けてみたらいいよ。そうですね。例えば暗示をかけるときは病気にならないみたいな否定する形の願い事は逆効果だと言われているので、そういうお約束事があったらいけないと思ったので聞きました。ありがとうございます。そうだよな。俺も初めは半信半疑で適当に書き続けたし、変えることが不可能だと思っていたことが可能になって、このスレ読んでて本当に良かったと思っている。みんなどのくらいの長さで書いてるんだろう。自分は大学 B ノートに1行に2回書くとぴったり行が埋まる長さだから、1文は行の半分、長文で1回で1行使うとノートすぐなくなるし、書く量も自然と増えるので自分は削れる部分は削った。願いが長文になるなら何個かに分けて書いてもいいと思う。私はその方法でやってる。私〇〇はといちいち書くのは少々面倒だけど、個人的には書いた時の満足感は長文より高い。単身赴任中です。忙しくて子供の誕生日にも帰宅できないので、せめて当日帰宅できるようにと。私は丸月丸日、子供の誕生日に家族全員で幸せに過ごしていますと書いていたら、赴任先で謎のめまいと嘔吐で倒れた。病院で検査したらコレステロール値が異常に高かった。会社から連絡行って心配した家族が全員見舞いに来てくれた。我が子は8歳の誕生日当日に、父親、俺の見舞い、皆さんも言葉選びは慎重に。考え方1、とにもかくにも家族全員に会えたのだからよしとする。災い転じて福となすでもいいし、災用が馬でもいいし。考え方2、家族とは会えたが幸せにと願ったのに病気で幸せでないから、実は願いは叶ってはいないという考え方。全スレで理想の相手の条件をたくさん書いたら、その通りの人に出会ったっていうの、何法って言うんでしたっけ？調べたいんですが忘れてしまって。条件はいくつ書くんでしたっけ？どなたか教えてください。ツインソウルのことだと思います。理想の相手の条件を60項目以上書き出すと、宇宙という完璧な工場に発注オーダーされるらしいよ。最近この断言法は強力すぎて危険じゃないのかと思う時がある。俺の場合は自分の抱えている問題に対して解決策を与えてくれる人に偶然に出会ったり、目標達成に協力してくれる人が現れたりと、なんだか強引に夢が叶っていくような気がして怖い。それが断言法の真髄、恐れることなかれだよ。機械的に現実になる感覚があるのはわかる。環境の変化に内面の充実が追いつかないから落ち着かない。しかしそれで尻込んじゃうともったいない。変わることを恐れずに新たなツールを扱いこなす覚悟を決めるだけだと思う。そうなんですよ。勝手に自分の周りの環境が変わっていくようで、付き合う人たちもレベルの高い方たちになったりで、自分の内面が追いついていけないなという悩みもありますね。でも頑張ってみます。ありがとうございました。すごいね。確かにこれは効果抜群だと思う。
今までの願望実現法で最強って気がする。一昨日からやり始めたけど、昨日お食事券5000円分が懸賞で当たったのも、なぜか母が安売りしていた羽毛布団を前触れもなく買ってきたのも偶然だよな。お食事券は懸賞応募を書いたのは自分でも家族名義で送ったし、羽毛布団も部屋が寒くて寝つきにくいと話していたからだよな。さすがに偶然だろ。でも嬉しい。自分も始めてすぐの頃、急についてるって実感することが続いたよ。すっかり諦めてたものゲットできたり、臨時収入あったりとか。実際叶えたい願いとは関係ないから、断言法の効果によるかは疑問だったんだけど、ポジティブシンキングを意識するようになった。まあとにかく嬉しい気分になって、それで今も続けてる。七夕の短冊に願い事を書いたり、卒業の寄せ書きに夢を書いたりするだろうが、書いたことを日々思い出すより日々書いた方がいいに決まっている。それだけのことだ。まあたとえこのスレが終わっても断言法は一生やるかも。書いて叶うなんて幸せじゃん。自分を見直すにもいいし、他の方法に興味がないわけではないんだよね。ただ私は断言法を選んだ。それだけ。ここらで一発。自分は信頼感ある仲間に恵まれ幸せみたいなこと書いてるんだけど、2ヶ月のニート期間を経て再就職が決まった。もちろん友達作りに仕事をするわけじゃないけど、なんかワクワクするよ。期待しすぎて気が落ちたら怖いけど、なんかいい感じ。おめでとう。私は意志の弱さから頓挫していたことを、あんまり面倒くさがらずに進めるようになった。私の場合はそういうのに効いてる感じ。もともと行動派の人は、別のタイプの願望の方に効いていたりするのかな。あるいは物臭な私の倍のスピードで物事が進んでそうだ。私〇〇はとても充実した幸せな人生を送っている。すべての願いが一発で叶うような素敵な文章ないかと思って考えたんだけど、こんな感じで良いかなって思う。そういや、それと似たような文章をトップに掲げていたっけ。と今見たら、私〇〇は創造的な人生を満喫するになってたわら。七夕気分を味わいたいなら、幸運な人生を満喫するとか、てか次それも書いてみようかな。何か保険としても最強な気がする。試しにやってみたら、偶然に偶然が重なって今日叶う形になった。仕事中書いてる人はいるかいな。俺夜勤の時は自分の持ち場一人だけだから、暇を見つけて仕事中に書いてる。書いたノートも適当にポンと置いておいても、誰も来ないから見られる心配もないしね。と言っても一人だからメインの仕事が忙しく、まとまって書ける時間がないから、勤務時間フルに使って空いてる時間に15回ゆっくり書いてるよ。携帯で移動中にネットやメール見ながらチコチコやってます。PC タイピングより疲れるけど、手書きよりは。手書きの人はどんな紙に書いてる？タイプの人は文書は保存してるのかな？俺は仕事で出た不要な紙の裏面を使って書いてる。もちろん処分は自分の家でシュレッダーにかける。シュレッダーの紙くずも切り口によっては何が書いてあるか丸わかりだからな。大学ノートに普通に書いてます。でも改めて見るとシャイニングの犯人みたい。他の人に見られたら変な感じに思われそう。誰か家族の病気が治るとかって書いている人いますか？周りが病人だらけなので、誰とか固定せずに家族の病気が治り元気になると書いたんですが。固定とか断言がダメっていう人いるけど、それは方法を断言するのがダメであって、目的を固定するのはダメとは本には書いてないよね。だから家族の病気を治したかったり、どこかの大学に受かりたいとかなら、家族や学校の名前書いてもいいと思うんだよね。薬の投与だけで治ります、手術はしなくて済みますとか、自分の得意な問題が出ますとかならダメだと思うけど。
目的を固定するのがダメっていうのは自分の考えだと、固定することで候補にあった他の選択肢と可能性が同時に失われてしまう場合と、叶っても満たされずに固定前にあった候補に目移りしてしまう場合と、2種類の恐れがあるからだと思う。どうしてもその方法がいいって言うんならいいんじゃないかな。それが願いなわけだから。例えば単にお金持ちになりたいんじゃなくて、どうしても宝くじでお金持ちになりたいんだったら、宝くじを当ててお金持ちになるでもいいと思う。別に構わないと思うけど、文としては2つに分けてもいいかも。宝くじを当てるとお金持ちになるとで、願望が1つの文に2つになっちゃってるから、絶対こうすべきってわけじゃないだろうけど、例文と比較してみて気になったので、実際私は分けて書いています。昨日の朝試しにやってみたら、偶然に偶然が重なって今日叶う形になった。ありがとう。グラミー賞を取った某バンドのメンバーの隣で音楽を聴くっていうとんでもない夢を寝る前に1週間ほど書いたら、本当に叶った。信じられん。このスレのおかげだ。ありがとう。すごい、おめでとう。私も〇〇の彼女になれるって書いたら、その人に近づけるきっかけができた。今まで遠くから見てるしかない存在だったから、少しでも近づけるのが嬉しいです。このまま順調に叶ってほしいな。ところでこれってもちろん毎日書いた方がいいよな。一日に二度書いたらどうなる？一日っていうのは日の出が分岐点なのか、零時になるのが分岐点なのか、それとも眠るまでがその日一日なのか、どれなんだ？例えば寝る前、明け方近くに書いていて、ある日不都合で夜中寝てしまって、起きて日の出後に書いたらどうなる？一日以上空いてしまって毎日書いてないことになるのか。それと方法論だが、これは書きながら願望を視覚化した方がいいのだろうか、漠然と書くだけでいいのか、どうなんだろう。考えすぎだよ。あんまり真剣になりすぎると、どうしても願いを叶えたいという気持ちが強くなって、それに伴って願いが叶ってないって気持ちが強くなるから、そっちの方が実現されちゃうかもよ。本にも書いてあったけど、ただでできるんだし、失うものは何もないんだから、ダメ元でやればいいんだよ。叶わなかったら今の自分に必要ないことだったんだと思って、次から次へと適当に願い事をしていけばいい。そのうち叶うものも出てくるだろうから、そうしたらそれが自信となって、また次の願いが叶いやすくなるだろう。人の幸せはその人の心が作るもの。君が何に目を向けるかで人生は変わるんだよ。公園に咲いてる花を見るのか、公園のゴミ箱を見るのか。初めてしばらく経ちますが、ちょっとしたいいことがタイミングよく起こるようになってきた気がします。逆に今まで放置していたことにちゃんと向き合わないといけなくなったりもしているけど、一度向き合ってしまえば案外うまくことが進んでいきます。宝地図なんかは願望実現の時期も書くように指導していると思うけど、願望が実現するのが100年後では何の役にも立たない。だから半年実行してもダメならやめろとあるんだろうけど、でも今年の受験に成功したいなんて願望はどうなる？スコット・アダムスがカリフォルニア大学バークレー校の MBA を取るための資格試験である GMAT 試験で合格点を取るために断言法を用いて成功しているよ。これは期限の限った願いだし、具体的に点数も思い浮かべている。彼が前に GMAT 試験を受けた時は散々な点数77点だった。合格ラインは90点。今回はその試験結果通知表に具体的に94という数字が書いてあるのを思い浮かべた。そうして GMAT の練習問題集を解いてみたが、やっぱり77点ぐらいしか取れなかった。試験当日の問題も練習問題ぐらいの難易度だと思った。そして試験結果通知表が来るまで視覚化と断言法をやり続けた。
試験結果通知表が来た。94と思い浮かべながら開封した。94と書いてあった。試験が終了したらその時点で断言法をやめたと思うだろ。すでに答えは書いてしまったんだし、もう泣いても笑っても結果は決まってるってな。ところがスコット・アダムスはこう考えた。封筒の中の試験結果通知表を見るまでは未来は可変なんだと、現実はシュレディンガーなんだと。というわけで彼は試験結果通知表を開封するまで断言法と視覚化を続けたんだ。現実はこの宇宙に無数にある。断言法が望む現実を引き寄せる助けになるらしいと彼は言っている。断言法ならマジで世界すら動かせるかもしれんな。この動画は願いを1日15回書く断言法について話題にしています。以前話題に上がってた断言法以外の書き出し系の願望達成法、何種類も15回も書くのがめんどくさい人、リストアップ法、好きな人はいないけど恋人は欲しい人、理想の相手60項目。断言法の成功自慢、昇進を願ったらなんと2階級特進。あまりに重責すぎて返事を保留してたが、自分が願って叶った願いを保留してどうすると特進を受けることにした。健康を願ったら突然部屋の模様替えしたくなった。パソコンの位置を変えたら違う机に移動させた。肩こりしなくなった。どうやらパソコンするには低すぎる机にパソコンを置いていたようだ。昇進は去年の夏から書いてて、健康は年末から。おめでとう。断言法ならマジで世界すら動かせるかもしれんな。めんどくさいからタイプ打ちで済まそうとしたけどやめた。英語はダイレクトで反映されるけど、日本語は変換があるから何かやった気がしなかった。で、金持ちになる筆跡とかの練習も兼ねて手書きでやるつもり。うまくいけば一石二鳥だし。原因さえつかめずアボーン放置してた PC 環境を自力で復旧できた。必要なのは発想や行動力ぐらいだったんだけど、暇も金もないし、投げ出してた自分にとってはそれが現れたことすら思いもよらない展開。これを機会にパソコンからのタイピングも取り入れようと思う。まあもともと携帯でのタイピングだったけど。携帯でやってる人いたんだ。手書き慣れると30回書いても疲れなくなってきた。疲れる人は紙の上をペン先で書くんじゃなく、なぞる感覚で書けば軽いタッチでスラスラ書けて疲れにくいよ。2項目書いてるんだが、1つは欲しいもの、ぶっちゃけ大金があれば買えるけど、お金を手に入れるよりも直接欲しいもの書いた方がモチベーション維持できそうだったから直接書いてる。そしてそんな書いてる時は仕事の合間、金を稼ぐための時間の空いた時間を利用して書くってのは、なんだか着々と実現に向かっている気分がしていいな。全スレでグラミー賞を取ったミュージシャンの隣で音楽を聴くという願望が叶った方も。もしここをご覧になっていたらどういった経緯で実現したのか教えてほしいな。はい、全スレのグラミー賞ミュージシャンの隣で音楽を聴けたと書いたものです。彼はヨーロッパ某国のグラミーを取った某大物バンドのメンバーです。メガデスと書き込んでくださった方がいましたが、メガデスではありません。系統は似てますけどね。そのバンドが来日する直前、私はまずライブでとても楽しい思いができると漠然とした内容を書いてみました。で、どうせ15回書くならもっと妄想全開にしようと思って、私は丸々メンバーの名前の隣で、彼の横顔がとても綺麗だなぁとうっとりしながら大好きな音楽を聴いたと書くようにしました。我ながらキモい。叶うわけないだろうけど、楽しいから書いちゃえ書いちゃえって感じで、メモの裏紙にちょろっと書き殴ってはポイポイ捨ててました。書いた期間はせいぜい1週間弱だったかな。覚えてないくらい適当でした。そのライブは複数のバンドが出ていて、他のバンドのステージを見ていた時、何気なく横を見たら、なんとその〇〇が私の隣に立ってたのです。まさに、彼の横顔がとても綺麗だなぁと思いながら音楽を聴けたのです。少し話もできたし、
長年憧れてた人なので大感激しました。彼はひっそりと立ってたので、私があの立ち位置にいなかったら絶対に彼の存在に気づいてなかったと思います。ちなみに妄想文を書いていた時は、何かのきっかけで彼と仲良くなって一緒に座って音楽を聴いてるってイメージしてたんですけど、さすがにそこまで叶うと怖くなってしまうので、これくらいの実現度で私的には十分満足ですね。こんなんで少しでも参考になれば幸いです。早速レッスンいただきありがとうございます。すごいですね。まさに書いたその通りのことが実現したんですね。私はアダムスの本に可能性の極めて少ないと思われる目標を選ばなければ、断言法が本当に効果があるとはわからないとあったので、割に叶いそうな願望のほかに実現化のとても難しいと思われることも気楽に書いています。こんなの実現するわけないなんて思いながら、いろいろ妄想しながら適当に書くのって楽しいですものね。断言法はやばいくらいに効果があるんだな。マジ最強じゃん。イメージングが苦手なので、ただ単純に15回書くのを続けていたところ、もう3週間ほどになる願望に対して、今まで全く縁がなかったのに今日突然取っかかりが見つかった、この調子ならばイメージングは関係ないのかもと思わされる出来事だった。漠然とした願望、例えば運が良くなるとかは視覚化しづらいから難しいとかあるかな。断言法とは違うけど、松下幸之助が言うように、常に自分は運がいいと言い続け、思い続けていると本当に運が良くなってくる。自分の経験からも言える。今日書いた願いが今日2つ叶った。エクセルの表に1回ずつだけ書いた。タイピングだけなんだけど、断言法すごいわ。本気で。何系のお願いか差し障りない程度に教えてくれたら嬉しいな。一回書いただけで叶えてしまうあなたがすごい。自分以外には大した願いじゃないと思うんだけど、〇〇へ行くっていう願い。今年はある事情のせいで行けない率 90% くらいだったのに、ひょんなことから行けるようになった。とにかく書くときだけ集中して書き込む。それ以外の時は願望のことは忘れるといいよ。思い出したり考え込みそうな時は、断言法やってるんだから叶うってぐらいに考えればよい。自分はそんな風に過ごしてたら1ヶ月くらいで効果出てきたよ。恋人ができると書き続けて本当に恋人ができたんだけど、今書いたノート見返したら恋人の部分がところどころ変人と書いてあった。なんでこんな簡単な漢字を間違えてるのかと。だいたい1ヶ月ちょっとくらいの間書きました。もともと仲のいい人だったのですが、断言法をやって正式に告られました。ノートを買ってきて毎日何十分も真面目に書いてる人よりも、紙切れに書いてすぐ破って捨ててる人の方が叶ってる気がする。なぜだろうと考えてみたが、なかなか叶わない人は望みの数は多すぎたり、叶うのに難しい願いなんじゃね。断言法は必ず叶う。でも難しいのは時間がかかる。叶う前に時間がかかりすぎて諦めてしまってるんじゃ。これまでのレスを見ても、パソコン直ったりバイト受かったり、本人には死活問題かもしれないが、世間一般的には簡単な願いならすぐ叶ってるじゃん。肩肘張って気負ってやるよりは、書いたら忘れる、まあやってみるかぐらいの軽い姿勢でやった方が気は楽ではあるな。スコット・アダムスも、効果を疑おうが回数がいい加減だろうがタイプで打とうが効果は変わらんと言ってるくらいだし。それでは今回の動画はここまで。チャンネル登録、高評価をいただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。